お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらのデッキを紹介しつつ、これね、新カードが出ましたヒールスピリットをね、こう紹介していければいいんじゃないかなと思います。で、ヒールスピリットはね、もうアイスピとかとほぼほぼ一緒ですの、アイスピはね、コールですけど、ヒールスピリットはそれの回復するバージョンですね。で、一応、まあ、相手のタワーとかにアイスピみたいにダメージもあります。アイスピね、スケルトンとかコウモリを処理してると思うんですけど、それと一緒でね、同じように処理できます。で、攻撃をしたら、そこでね、ヒールの円を作る。で、このヒールの円がね、やばいです。これ見たらわかるんですけど、回復量がえぐいっすね。前の1個数ヒール、円、ただ円作る、飾りみたいなやつあったんですけど、あれの3倍のね、回復量があります。なんで、結構回復しますね。で、まあ、説明するより、絶対試合見た方がわかりやすいと思うんでね。まあ、試合にやりつつね、説明できたらいいんじゃないかなと思います。で、このヒール、やっぱ、ヒールスピリットか、が生まれたことによって、ヒールはね、もうこのゲームから消えましたね。まあ、バイバイと言ったところで、今度から僕はこのヒールスピリットを結構愛用していこうかなと思っているんですが、このヒールスピリットですね、まあ、1コスなので、結構カード回しにもね、使えますね。スケルトンとかアイスピとかみたいな、とりあえず、暇だからで咲くことができるのが、まずね、一つの強み。なんで、1コスなんで他のいろんなデッキにも合うっていうのが、いいところですね。よいしょ。おー、相手、ジャイスパ。まさかのジャイスパですね。これ、早めに溶かしちゃおうかな。で、ちょっとあのベビドラに、いい感じにヒールスピリット当てれば、このガグムレもね、回復できると。ちょっと待って、待って、やばい。いて。これ、ザップっすね。ザップだけだと多分守れないっすね。はい。で、そうっすね。何まで話したっけ。ポイズンっすね。そう、ポイズンに、ちょっと強くなったというか、まあ、なんだろうね、スケラかな。スケラに対して、今最近すごいスケラが流行ってるんですけど、まあ、スケラデッキって基本的にポイズンじゃないですか。で、スケラポイズン打たれると、やっぱそこで対応したユニットがほぼこう、ミリ残りとかになるじゃないですか。まあ、例えば、ダクネとかで守ったり、まあ、あとはマスケとかナイトとかでこう守ってると、マスケにポイズン打たれて、カウンターしたいのにみたいになるじゃないですか。それがですね、ヒールスピリットを、こう、まあね、ポイズンが終わるぐらいか、まあ、ポイズン打たれた時に使うことによって、ユニットが全回復しますね。これ見てもらえば分かるんですけど、ランバーこれめっちゃ回復するんですよ。やばくないですか？こんなに回復しちゃうんですよ。で、しかもそのままね、カウンターにもつながるっていうところで、よいしょ、あ、待って、これやばい。あはー、三国出すの早かった。っていうみたいな感じで、ライドラもね、一緒ですね。なんで、こう、まあ、どんなユニットに合うかっていうのなんですけども、個人的には、なんか、基本的に残るユニットが強いと思ってますね。まあ、なんだろうね。ライドラだったら、まあ、ライトニングとロケットでワンパンですけど、ファイボーとか、ポイズンとか、基本的にユニットで攻撃されても残るじゃないですか。まあ、ダクネとかもですね。まあ、ライト、ロケを除いたときに、基本的に残るユニット、まあ、コウモリとかザップでワンパンされちゃうんで、ちょっと違うかなってあるんですけど、まあ、コウモリ、あ、待って、そうです。これで回復するってやつですね。よいしょ。で、この辺にベビドラが来るんで、マジ。これもザップで、ほら。で、しかも、これにヒールスピリット一応つなげてあげて、攻撃すると、このね、ガゴたちが回復してくれるという感じですね。なんで、残り系のユニットはすごい強いと思いますね。まあ、三ガゴとかもですけど、特に。三ガゴだってザップ打たれても残るし、矢の雨とかもしょうがないですね。ワンパンされる気はしつこいしょうがないんですけど、それ以外の、まあ、残る系ですね、は非常に合うと思ってますね、個人的に。スパーキーもゴリ押しますね。正面突破いきます。ライドラもありますし、一応ザップもあるんでね。ヒーラー欲しい。ザップ。あ、待って、ザップ押せ。で、これ回復して、このライドラが残りますね。オッケーオッケー。相手やっぱライドラがね、きつそうですね。今戦ってて、これ。ライドラ無双して、オッケーオッケー。ライドラパンチ、ライドラパンチ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。もんで、ここでヒールスピリットで、このライドラを回復します。オッケーオッケー。もうこれですね。このヒールスピリットが簡単に、カウンターにめちゃくちゃ強くなりますね。はいはい。これも5コスじゃいですね。で、まあ、端前つけて、まあ、勝ちと言ったところで、まあ、守ってからの、てか、守ってる時に、ヒールスピリット当てるとめちゃくちゃいいですね。ユニットが残ります。で、そのままカウンターにつながるっていう感じですね。なんで、まあ、高回転とか、ちょっとね、わかんないんですけど、まあ、ホグとかに入れると、一発、2.6 ホグのね、アイスピをヒールスピリットにすると、
まあ、防衛力がやっぱちょっと落ちるかもしんないんですけど、まあなんかマスケにポイズン打たれてもマスケ残ったり、ホグの後ろにいるとヒールスピリットがね、ユニットに飛んで、ダメージがね、いつもより一発二発入るみたいなこともまああると思いますが、まあ、個人的な高回転よりもちょっとこういう形を作ったカウンターができる、まあ大型も全然ありだと思いますね。ユニット全部回復できるんで、系の方が合うんじゃないかなと思っていますね。はい。あれ言ったっけ？言ってなかったっけ？このヒールスピリットが出て、ヒールスピリット入りの、あのデッキの12勝なんですけど、僕が世界で一番最初でしたね。はい。なんでヒールスピリットを世界で一番最初にグラチャで12勝した男です。僕。はい。ってなわけで、多分タイトルとかがサムネにはすごいあったと思うんですけど、言ってなかったですね。なんで一応言いますね。で、これライドラ回復され、回復したいんで、よいしょ。これライドラ回復しますね。オッケーオッケー。もうこれが強いの。ライドラの回復が強い。さあ、ベビー咲いてね。これもうディガー囲むれしたら相手棒っぽいっすね。マジで。これ囲むれからの。まあ、たぶんポイズン来るか。あ、待って。勝っちゃってる。いや、この本囲むれただ餌でしたね。やべやべ。ザップって。ベビーから。オーケー。危ねえ。危ないですね。ちょっと、ババ小屋が若干厄介ですが、意外と突破できそうな香りがしています。ヒールスピリット大事ですね。なんか、まあ、ガゴか、あれっすね。個人的に。おー、これ攻めて、たまたま攻めたんですけど。まあ、ガゴかライドラランバーとか、その辺にね、ヒールスピリット当てるとすごいいいと思ってますね。ガゴ群れだと、基本的にやっぱポイズン打たれたりとかそういうことがあるんですよね。なんでこれ今ヒールスピリットとか左に飛ばしてたらおしゃれでしたね。もうこれでですね、ああ頑張る。若干のダメージ与えてきます。よいしょ。あと30人とかも全然来ると思いますね。時代が、まあ、ここ最近ちょっと増えてきてるんですけど、よりねこう30人にポイズン打ったらヒールスピリットでもうほぼ全回復みたいな、まあ、地獄みたいなことが増えるかもしれないんですが、ちょっと僕はすごい好きですね。2、3年ぐらい前の僕を知ってくれてる人は分かると思うんですけど、まあ僕の、なんていうんですかね、黄金時代かなは結構ヒールを使ってた時なんですけど、まあこの、まあ、こんな感じのね、まあ、ヒール、こんぐらいの強さだったんですよね。で、3コスで、まあどこの位置にも出せるみたいな。で、ここ、ライドラ回復っすね。ライドラ回復してあげて、でも、ガゴンも追加しちゃっていいか。よいしょよいしょよいしょ。さあさあ、まあ、トレネでまとめられるかもですが、ここにね昔アヒールを置いて全回復して、今このベビドラを突破してみたいなこともやってましたね。ぶっちゃけしてましたね。さあ、まあそんな感じでちょっとね楽しいですね。こういう回復とかでワンチャンの最後の一発逆転があるみたいな感じで、僕はすごい好きなカードですね。さあさあさあ、ライドラにうまくねヒールを当てて、でもこれはディガーが削り、まあ、しつつというかあれですね。アイスイズ一旦処理して、まあ、負け筋減らしてですかね。で、まあ、ヒーラー追加して、ライドラ回復して、で、これムートワンチャン壊れるんじゃない？あ、これいらなかったかな？いやー、危ない。壊しといた方がいいですね。で、ベビーで処理されないようにタゲ取りつつ、OK ですね。で、相手コリンポイズン使ったら逆にもうガゴムレヒーラー止まんなくなっちゃうんで、ガゴムレあれか？ガゴムレ。名前がわかんない。ヒールスピリット。さあさあさあ、この辺で追加したいですね。で、これに飛んで、これにガゴが回復して、アイスイズのダメージ全部無効。さあさあさあ。いや、ベビーが。あ、でもこうチェーンで、チェーン入んねえんだ。チェーン、チェーン入って、これザップでちょっとやりましょうか。いや、あとちょっとが、あとちょっとが遠いですね。やばい、ちょっとやばい。待って、ちょっとやばい。やばい。まあでもライドラ OP ですね。で、しかもディガーがこれ、ちょっと強いので。で、ここのライドラを回復してあげます。ディガーも回復してあげてますね。まあ、こんな感じでカウンターに非常につながります。っていうことしか僕今日言ってないですね。いや、本当にでもそれしか言うことないですね。やべえ、削れねえ。ヒールスピリット来い。ライドラ、ライドラ、やべえ。あ、でもトレン使った。来た。しかもジャイが回復してる。いけ。あー、やばい。ちょっと待って、やべえ。マジやばい。マジやばいですね。しかも3倍力差。やばいっすね。ちょっとやばい。ああ、やばい。うまい。ザップ。で、ワンチャル、ワンチャル、耐えろ。耐えて、ディガー飛ばして、
相手のポイズンじゃ落ちねえよ。さあさあさあ、で三角で完封。オーケーイ、ふっふっふっ、危ねえ。グッドゲームですね。ちょっと危なかったですが、最初にダメージ削れて、最後ね、まあ、このデッキだとディガーとザップしかないんで、ちょっと削り切るのがね、危ないシーンがすごいありましたが、まあ、なんとかね、なんか僕はこのデッキちょっと気に入ってますね。なんかずっと昔に使ってて、このデッキで12勝を4連続かなしたことが、はい、多分僕の記憶でありますね。まあ、その時はこのヒールスピリットの枠がスケーとかだったと思うんですけど、まあ、ヒールスピリットでなんとかなるかなと思います。まあ、ワンチャンがあるのがでかいですね。クラロは結構大ダメージ受けると、なんかもう、あーってなるんですけど、こういう最後のワンチャンスがね、あるだけでも、すごいね、楽しくなるんじゃないかなと思いますね。なんかこう、うまくね、こう、使えた時のね、やっぱ快感がたまんないですね。こう、めちゃくちゃユニットと、ほぼミリ残りだけど、そこをヒールスピリットで残してからのカウンターとかがね、決まった時にはもう、あれですね、もう、発狂していますね。よろしく。さあ、という感じで、ラスティングバトルかな。ヒールスピリット。とりあえず使っちゃいます。もう1コスなんでね。結構あんま迷わず使っちゃってもいいかなと思いますね。で、ダメージも90ぐらいで、アイスピとほぼ一緒なんですけど、アイスピより HP が若干高いんですよね。まあ、それによって、テスラを一発耐えることができますね。っていう情報が出てます。テスラの攻撃一発耐えれるらしいんで、そこはちょっと強いんじゃないかなと思いますね。最短で一気は分かんないですね。うん。ジャイ。まあ、ジャイにはジャイ合わせましょうか。で、これランバーないんで、ちょっと火力が、ジャイを溶かせないかもしれないです。おぉ、ジャイスパか。これアイドル当てて、当てつつ、まあ、ガゴムで、まあライドラでいっか。まあガゴムでも出しちゃいましょうか。高めにね。なんとなく高めに出しつつ、これちょっと、一回、あ、うい。これはいい感じにいきたいと思います。あ、やべ。さては止まんない。まあ、一発ですね。一発は受けるものの、まあ。耐えていきましょう。エレキメガゴでしたね。エレキメガゴなので、ライドラにエレキメガゴザップでしたね。エレキメガゴザップなので、ガゴムレは多分ね、エレキザップとかで処理してくると思うんですね。メガゴですね。なんでメガゴを当ててくるタイミングぐらいでヒールスピリット飛ばして、ライドラの HP 回復して、そのメガゴさえ突破してしまえば、このライドラが多分無限に切ると思うんでね、っていうのを意識してやっていきましょう。さあ、とりあえずライドラ出して、マジライドラゲーですね、ライドラ。相手がライトニングじゃなかった時の、このライドラは、最強レベルです。で、三角出して、もう、あれ使ってほしいですね、ぶっちゃけ。あ、ポイズン使う。オッケーオッケー。ポイズン使うと回復しますね。で、もう一回ライドラ出してあげて、ヒールスピリット欲しい。すごいヒールスピリット欲しくなりますね。で、これに多分メガゴとかだと思うんで、ヒールスプリット、おー、いい、ジャイ受け。回復して、おー、オッケーオッケー。で、ここでガポイズン使うと、僕のこのガゴ漏れとかもまた生きてきますね。よいしょ。っていう感じで、サイレックから処理しつつ、カウンターにね。で、まあ、ここは多分ね、普通に守られると思うんでね。一回捨てて、ゆっくりですかね。いやー、強い。さあ、ここはしまいジャイからの、ディガーザップで溶かしつつ、いけますね、多分これ。あ、ディガーザップですね。で、ここはヒールスピリットで、気持ち回復で、ジャイが回復してますね。いや、でかい。しかも、チェーンが、ピピ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 ピですね、これは。という、なんか、すごい声出ちゃいましたけど。まあ、こんな感じで、相手がやっぱファイブポイズンだと、ライドラが基本残るんでね、そのミリ残りのライドラにしっかりヒールスピリット当ててあげると、もうね、超覚醒しますと。まあ、言った感じで、ライドラというかサンガゴとか、まあ、ダクネとかも結構すごい合うと思うんですよね。まあ、今後、多分いろんなね、
こうヒールスプリット入りのデッキが出ると思うんで、その辺もね紹介していければいいかなと思います。といった感じで皆さんもぜひ1コスなんでね、いろんなデッキに入れて試してみてください。というわけでこんな感じで終わります。よければチャンネル登録もお願いします。コメントね、高評価もお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。